ちょっと体を回復させる方で、やってもらうんで、横さん、はい、お願いします。はい。はい。Thank you.
皆様ご承知の通り、昨年2022FIFA ワールドカップカタール大会が開催され、ありがとうございました。ここで大宮神社より、うるま市にプレゼントを用意していただいたということですので、すみません小島選手、もう一度、はい、ユニフォームとですね、ボールを、贈呈していただけるということですので、荒垣課長へお渡しください。お願いいたします。そうですね、まあ、それこそ同期だと大沢智也とか芝とかこうもうジュニアユースぐらいから一緒にやってて、まあ、矢島貴一君だったり志村幸君だったり岡谷君だったりっていう自分にとってこう先輩だったり関わりのある選手もいたクラブなんで間違いないなっていう思いで来ましたね。